上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。足は落とされた。ならば倒れろ倒れろ。志と指導は山をも動かす。どう、川の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。己を変えたといじゃ。クズ、今だ。救いようのねえ川の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃねえか、こんな楽なやつ。またもろくに逃げれねえじゃねえか。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。仕留めろ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やっておる。刀もろくに逃げれねえじゃねえか。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。雨の中ババアどもを斬ることは戦ではない。ここを見張ることこそ肝心じゃ。つまらぬ役目よ。人殺し、犬畜生め。お前など殺める価値もないと言ったが、人思いにやってやってもよいぞ。臆病者の前に殺せ。気ぃつけろ、気ぃつけろ。もう案ずることはない。片
じけない若いお方。もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ、されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。ひどい雨で立ってたら山に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの罰はさらに重いぞ。己を食いかぶりすぎじゃ。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者。通さん。ボロ切れが。女をすぐさま離せ。じゃあこの男を知らない。諦めな。
様の怒りのようじゃ。よくも兄貴をやりやがったな、キリキリ。どこのお方か存じませぬが、誠に片付けのございます。二も三も臆病者が貫く神の手がもう一つあったか。止めようとしたんじゃ。されど。されど、措置はなせることをすべて果たしたのだ。他に拙者のようなものを見ておらぬか。集い場でどうぞお気をつけて。かたじけない。
ここまでだ。おめえみてえなことは相手にならねえ。
しちまわねえんだ。さだた命の神よ。すごい場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、皆待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。読みで見たぞ。俺のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども今や守ることもできわい。